じゃあこんにちは。なんかさ、最近あーたびなんか再生回数が低迷してるなって。お前のせいだよ。私？お前がセカンドチャンネルで俺のように回ってるじゃないか。いやそんなことない、そんなことない。本ちゃんを回していきましょう。お前それ言わしたかったんだろ。お前、いや悪いなお前は。違います。この本題に入る流れとしてフックだったんですが、ああそう、今シーズンなかなか波に乗れない低迷している選手たちがいるんですよ。いるな、かわいそうだな、ちょっとな。そうなんですよ、まあ、去年までねすごいいい成績だったのになかなかっていう、1人目が、はい、まず、巨人の丸選手。丸はね、春先あんまりいい試しがないよ。あ、そうなんですね。だって巨人に移ったその初戦、はい、4三振か3三振かなんか連続してたでしょ。あ、じゃあ気にする、だからそんなに気にする必要はないと思うけど。でも原監督の打順を変えたりとかも、まあそれはさ、3番よりさちょっと負担が軽いところで気を使ったんだよね、多分。ああ。丸選手どこが不調だって見たの？やっぱりね、ああいう選手って結構休みがいらないんだよ。リズムでもうタイミングも取れるし、リズムで野球をやっていくタイプなんだよね。だから単発でポンポンポンっていう試合があるのは苦手だと思う。なんですね。あ、じゃあずっと通してやってた方が、通してやった方がいい。だからこれは徐々に上がっていくよ、丸は。あ、じゃあ気にすることはあんまり、俺はあんまり気にする必要ないと思う。あ、ただ体が開いたりだとか、かかと体重に来てる、こう後ろに体重が来てる、それだけは気になるけど、だけどそれもリズムに乗ってくるときちっとはまってくるよ、うんうん、だからそんなに俺は心配ないと思う。じゃあ丸選手はまあそこまで心配しないと。心配しない。あとは西武の源田選手。源田はね、秋山と 1,2 番組んでたでしょ、はい、で秋山がとにかく出てくれるから、はい、だから秋山もピッチャー警戒しながら対戦してるんだよね、はい、そういうねコンビってやっぱあるんだよ。1番が変わっちゃうと、はい、ちょっとリズムが取れないだとか、はい、投げてくる配球が変わったりだとか、はい、そういうことで、ね、今悩んでると思う。例えばオープン戦の時は金子が1番を打ってたりだとかして、で金子がどういうスタイルなのかっていう、そしたらいざ始まったら外国人でしょ、はい、スパンジェンバーグ。スパンジェンバーグです、大丈夫です。言えたね。言えたよ。俺もちょっと自信がなかったから外国人に変えようかなと思ったんですよ。いや、スパンジェンバーグ。そうです、そうです、ね、そうです、はい、やっぱあれとのコンビだからさ、はい、だから打席に立って出塁した時にどういう配球なのかっていう、秋山だったら走ってくるっていうこともあるから、まっすぐ系だとか、うん、そういうことに張れるんだけども、走ってこないってなるとやっぱ変化球が増えたりだとか、うん、だからそこら辺のリズムがまだ取れてないような気がするよね。あ、だから前にいた選手が変わるだけでこうなってくる。だからそのやっぱ運プテンプっていうのがあって、はい、だからこれとこれを並べて組ましたら非常に両方とも成績が悪いけど、一人中にかますことによって流れが良くなったりとか、はい、調子が上がったりとかする選手っているんだよ、やっぱ結構。じゃあこれ源田選手の前を例えば違う選手にちょっと変えてみて、うん、こう打順を変えるっていう手もある。だから逆に言えば源田の調子を上げたいんであれば、うん、源田1番にしちゃうとかさ、あ、した方が俺はいいと思う。もうだからね、長年やっぱコンビを組んできて、はい、やっぱリズム感がやっぱ違うんだと思うよ、はい、秋山とは。まあ、そういうことも要因だよ、うん、でもそういうことがなくても打たなきゃいけないんだけど、はい、だけどそういうことも要因の一つとして源田の場合は考えられるということ、うん、あとソフトバンクの松田選手。マッチ元気がなくなったら心配だけど、はい、まだ声出してるから大丈夫。そこですか、バロメーターやっぱり。あいつそうだよ。えでも松田選手って元気なくなる時ってありますよね。ない、だから大丈夫なんだよ。いやだけど松田はやっぱ年齢的なこともあるし、はい、ね、やっぱもう えらいベテランになってきてるし、はい、だからそこからの一つの年を取るっていうことは非常に体力的にも落ちるし反応も落ちていくし、はい、だからそこの戦いをしてるんじゃない、自分の中で。だから、まあ、マッチのその不調っていうのは割と深刻かもわかんないよね。あ、今挙げた選手の中でも、中でもね、ですよね、うん、まあ、若手も出てきてますし、うん、外国人もちろん入ってきてますし、だからまあ世代交代の波に打たなかったら飲み込まれるよね、はい、だから今必死にはやってると思うけど、はい、やっぱ
なんていうのかな、35を過ぎてからの1歳の年齢の積み重ねっていうのは厳しくなってくる選手もたくさんいるよね。そうですね、うん、そして中日の平田選手です。平田が力み上げてるもん。あ、見てて分かるんですか。あんな力がある。やっぱね打てないと力が抜けないんだよ。で平田はやっぱこうセンターから右に打っていく、ここが得意分野なんだけど、なんでか知らんけどこう引っ張りにかかるというかさ、やっぱ調子が悪いから強く叩きたいだとか、まあそういうことがすごく目につく。ここ一回どういう風にすればまた調子戻っていきますか。いやそれは打つことしかない。それはね、逃げ道はない。どうやってそのトンネルの中の出口を。だから得意分野の方にとにかく意識を持って打っていった方がヒットの確率があるわけだから、だから徹底するということ。だから徹底できてないからもう糸が絡み合うように分からなくなる、で力みも取れない、で打つことによって力みは取れてくる、ね、そうなってくるとあのいい具合に回ってくる。まあ平田は数字を大体持ってる選手だから、まあ、2割8分とか3割近い数字は持ってる選手だから、これはシーズン終わったらきっちりそのぐらいの数字にはなってる。あ、じゃあもう平田選手も大丈夫。丸もそうだしね、はい、あとロッテの角中選手も、まあ角中も一本で、ね、綺麗な自分の形で打てるようになったら、はい、咳を切ったようにバン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 と出てくるよ。そこもじゃあそれはもう首位打者候補だもん。あ、そうですね。毎年首位打者候補だから。そうですね、あとボア選手が今の時点で095。ボアは引っ掛け、まあまあちょっと厳しいかもわかんないけど、ただ物的に素材的には俺は打てない選手ではないと思うよ、はい、打てない選手ではないと思うけど、例えば左とか、はい、そういう克服しなきゃいけないことがたくさんあるよね、うん、そうです。これ左って克服できるんですか。あ、だから意識だよ。まあ意識と技術的には打ちに行こうとする選手だから、まあ技術的に言えばよ、でも左って打ちに行こうとした時にスライダーが来たらもう対処できないんだよね、うん、だからトップの位置をちゃんと決めとくという。誰か助言というかアドバイスしてくださるコーチ。まあ知らないよね、その各チームコーチがいるんだからそいつらしっかりやれってことだよ。ケアしてあげてっていうことです。遠慮しないでバンバン言えってこと。いやだからまさかボーア選手がベンチで控えでこう座ってる姿なんて左ピッチャーの時にな、まあ、想像してなかったんで。だからまあそういうこうなんていうの、偏った選手が4番を打つとやっぱチームは苦しくなるよね、うん、そうですよね、うん、だからまあ6番というのを今想定してるみたいだけどね、はい、4番は誰か変えてっていうことなんです ね、 ちょっと1回落としてその順打順をってことですよ ね、 だね。ただこの人たち、このね今言った選手たちはトータルで1割台とか2割前半で終わる選手たちじゃないですもんね。まあそうだよ、うん、いやそうあったら困るよチームは。そうですよね。いやでもちょっと調べたんですよ、誰か歴代で低打率の選手って一体何割台を残しているんだろうって、うん、誰、もうそもそも一番古い方なんですけど、うん、山田清さんという方が、うん、規定打席に達して107なんでもそれピッチャーじゃないだろうな。いや野手ですよ、まあ、でも1938年の春なので、まあ、春だろうが夏だろうが春のシーズンっていうね。いやだけど1割飛んで7厘、はい、これは低いね。低いですよね。ただでもね いるんです、巨人の山倉さん。お、これ196っていう数字があるんですよ。196、はい、ほとんど打ってないね。1982年です。なんか目つぶってても2割5分打てそうな感じがするけどな。ただ同じ巨人で小林選手、保守いるじゃないですか、2016年に204っていう記録も出してるんですよ。あとね、2本ヒットが少なかったら198だったんです。惜しかったな。惜しかったというか、なんというか。やっぱこれキャッチャーあるあるなんですか。キャッチャーはね、やっぱ大変なポジションだよね。だからといって打たないわけ打たなくていいっていうことはないよ。打たなくていいっていうことはなくても、やっぱ体力的にもしんどいよね。だから打たれたら自分の責任かなって、あの配球が間違ってたのかなとか、はい、いろいろ悩みも深いよ、うん、で打席に立たなきゃいけない、はい、だから西武の森なんか首位打者取っちゃうの。すごいですよね。俺だって打たれたのも責任感じてるよ森友や、うん、あれがいけなかったので、じゃあ俺が打ち返してきますよみたいな。す
そんな感じ、まあそのぐらいになんなきゃいけないんだろうね。そうですね。でも山倉さんっていうのは意外性のバッターって言われてて、はいはい、ホームランはあったじゃん。ありましたよね。小林はホームランなかったからないからね。なくてのそうですね。ちょっと寂しいな。そうですね。でもバッティングは年々こう成長してきてるからね、小林もね。そうですよね、うん、ただやっぱ野手では野手というかバッターというかね、キャッチャーとピッチャー以外ではさすがに一番ちょっと寂しいな。それで使い続けるチーム事情っていうのは、いやでも逆に言えばそれだけキャッチャーとして優秀なのかも分からない。そっかそっか、うん、これが変えられないみたいな。もう要ってことですよね、うん、まあでもね、今ちょっと平田選手だったり源田選手丸選手など挙げましたけれども、まだ始まったばかりだし、まあ始まったばっかりだから、うん、まあ丸はスロースターター、はい、松田はなんかこう年齢とちょっと戦ってるところがあり、うん、源田は 1,2 番のコンビというところで少し悩みがあるのかなっていうところもあるし、はい、平田はあれだけ力んだら打てないということだよね、うん、なので、まあね、終わってみた時点で、いやそうだよ、まだ慌てることないよ、ね、そうですね、うん、慌ててなんかフォーム崩して迷宮入りしちゃうよりかは、まあ、平田は崩し気味だけどね、もうね早く戻ってほしいですねまあでもね、まあこの選手たち終わってみれば残してる、もうだってこれまでにも率残してる選手です。いやいや、だから調子はいいよ。そうですよ、調子はちゃんと戻ってくるよ。そうですよね。でも人のこと言ってるんだ。一番調子が悪いのは俺の再生回数だよ。そっち上げていきましょうね。そうだね、はい。